馬さんと会ったら会いましたよ、もちろん。僕はね、あの日ね、朝4時から撮影だったのにね、相馬さんが家に来ましたね。とんでもない声量でしたね。寝れませんでした。とんでもない相馬は。騒音だ、お前は。緑の騒音が。謝れ、出なかったろ。桑田の相馬さんのトークみたいです。かなりうるさいと思うよ。相馬さんと桑田のね、一番ね、喋ってるのはね、AV 女優5対5かな。AV 女優5対5、富士急に行く途中の車の中が一番喋ってますね。ほぼ下ネタでしたけど。相馬さんと光くんの再会に湧かないなんて、リューピーセンスないぞってことね。俺は相馬と戦うよ。泥相撲してやるよ、泥相撲。おもろいですね。夏に動画おもろいは、相馬より再生アベレージあるやんけ、もう。えっちゅれ。相馬さんと比較するんだ。違うだろ。もう緑のうんこと比べんだよ、ほんとに。桑田は桑田だ。キャラ違うんだからさ。相馬さん、桑田さんと相性いいって言ってた。嬉しい。相馬チャンネルも見ましたよ、僕。面白いですね、やっぱ相馬さん。ヒカル君の影響力はね、間違いなくあるんで、僕は、あの家の傘の下からは逃れない。まさに日本、アメリカの傘下みたいなもんだ。普通に考えて合理的だもん。あの家居心地いいんだよな。相馬さんのチャンネルで刺さったのが、まあ、ピカルはね、やっぱね、こう、車に構えてるね、あぐら組みながら、こうやって予備棒をよく抱えながら、あ、ヒカルな、どんなもんなみたいな、見ている親父さんですら、おもろいと。その人に刺す、おもろいと思ってもらえる動画を目指してると言ってたんですよね。まあ、俺もそこ足んねえなと思って、誰に刺す、なんとなくは見えてんだけど、ピカル多分ね、10個ぐらいカメラあって、俺多分まだ3つぐらいしかない。そのチャンネルをもうちょっと持てるように。頑張りたいですね。桑田さんも相馬さんもラバさんも大好きってことでね。そう。誰かを嫌う必要があるかな。君たち。いいじゃないか。まるで四皇。俺たちは、かけっこをしながら、徒競走で、順位を決めちゃおう。よ。意味わかんない。潜水旅行、ラバさんと桑田さんと相馬さん楽しみです。飲み、自信ありますかね。ラバさんに勝てるわけないだろ。何回もプライベートで飲んでるけど、何回も潰されてんねん。ラバさんも光る店に住んだら、桑田さん潰れる日増えちゃいますね。全くその通りです。頼むから、テキーラだけは禁止令を出します。俺が出します。相馬さんと動画撮ったんですか？なんか微妙に一緒に映ってるシーンだけで、がっつり撮ってないんですよね。ちょっと今後、相馬さんと撮れたら嬉しいな。何撮ろうかな。冷水鍋呼んでくんないかな。待ってるよ。